ちは、荒木優子です。7月号の表紙を担当させていただきました。今回7月号のNONNOのテーマはですね、結果彼もできちゃう女子受けカジュアルです。女子が好きなそのメイクだったりとかファッションっていうのはすごくこう自然体でカジュアルでちょっと抜け感もあって、結果的に男子も あの子なんか可愛いなって思われちゃうような、そんな可愛い素敵なテーマがたくさん詰まった一冊になっています。そうですね、表紙撮影をするのは最後ゆあちゃんと2人での撮影が最後だったので、昨日の夜はちょっと緊張してたんですけど、撮影に来てみたらやっぱりいつもの NONNOの現場ですごく安心しながらこう自然体で撮影することができたなと思います。今日の衣装はですね、夏なんだけどこう黒がベースのワンピースということで、暗めの重めの色でもこうピンクだったりとか今年流行りの赤だったりとか、そういう色がそういう可愛い色の色が散りばめられていることによって夏らしいというか、明るい季節、そういう気分が上がる季節だからこそ大人っぽい色を着たいって思っていたので、すごく私の気持ちにも合った衣装だったなと思います。皆さん、私が表紙のNONNO7月号ぜひチェックしてくださいね。バイバーイ。